源氏物語源氏物語各条のあらすじ青い,青いは、源氏物語54条の薪名の一つ。第9条。薪名は、光る源氏と、源の天智の歌、墓なしや人のかざせる青い上神の許しの経を、待ちける及び、かざしける心ぞあだにおもほゆる八十詩人になべて、青いを、に由来する。用曲、青い上の題材にもなっている。切りつぼみかどが上位し、 源氏の兄の須坂組門が即位する。富士坊中宮野の,の若宮が東宮となり、源氏は東宮の後見人となる。また、六条宮須所と前東宮の娘が五木宮となった。鴨祭りのおみそぎの日、源氏も愚部のため参列する。その姿を見ようと身分を隠して見物していた六条宮須所の一行は、同じくその当時解任して体調が悪く。 気晴らしに見物に来ていた、源氏の制裁、葵の上の一行と、見物の場所をめぐっての車争いを起こす。葵の上の一行の県政に任せた乱暴によって、六条宮津所の牛車は破損。宮津所は見物人で溢れる一条王子で恥を、欠かされてしまう。大臣の娘で、元東宮妃である宮津所にとってこれは耐えたい、屈辱で、彼女は葵の上を深く恨んだ。 役目を終え、左大臣邸に行った源氏は、ことの一部始終を聞かされ驚愕。宮洲どころの屋敷へ謝罪に向かうが、門前払いされた。直視の役目を終え、久々の休日。源氏は、紫の君を伴い、鴨祭りへ。相変わらずの混雑ぶりに、これみつは月車を止める場所を探すのに難にしていたが、そこへ手招きする別の牛車が、 場所を譲ってくれた礼を言おうと顔を覗き込んだら車の主は源の源氏だった。がっくりする源氏。祭りを見物しながら紫の君にしばらく二条党員には帰れないと告げると紫の君に子供じゃないんだから寂しいのくらい我慢します。ちゃんと看病して差し上げてと自分を気遣う姿に目を見張る源氏。その後青いの上は 病の床についてしまう。それは六条を見やすどころの精霊の仕業だった。源氏も苦しむ、葵の上に付き添ったが、看病中に、見やすどころの精霊を目撃してしまい、愕然とする。8月の中頃に、葵の上は南山の末男子を出産するが、数日後の秋のつかさめしの夜に容体が急変し、亡くなった。同じ頃、見やすどころは、 幾度髪を洗っても衣を替えても、自身の体に染みついた魔除けの消しの香りが消えない、ことに、愕然としていた。女房からの知らせで、青の上の不法を知り、青ざめる。仮葬と葬儀は8月20日過ぎに行われた。青の上の49日が済んだ後、源氏は、夕霧の養育を、左大臣家に託した。源氏は二条院に戻り、美しく成長した紫の君と、 密かに結婚する。突然のことに紫の上は衝撃を受けてすっかり塞ぎ込み口を聞こうともしなかったが、源氏はこれを機に彼女の蘇生を父兵部境遇と世間に公表することにした。ありがとうございます。